さて、そしたら、少年探偵団行くか。11時20分こいつらは何してんだ。ねえ、知ってる？ここの焼却炉で人が燃やされたって話。なんて恐ろしい。まさか病院側のミスじゃないだろうな。それがどうやら殺人事件らしいわよ。さっきから探偵がうろついてて、昨日は迎賓館で大火事があったし、どうなってるんだ。まあ確かに俺がもしこの病院に帰ってたら、うわやばっつって会話なくなりそう。なんか確かにね、危なそうな場所ですもんね。みんな不安がってるみたい。騒ぎにならなければいいんですけど。そういえばよ、コナンどうしてっかな。俺たちにもできることがありゃいいんだけどな。そうですね。あ、若林先生。はあ、参った参った。こんなことになるなんてな。 あ、お医者さんだ。あの、すみません、あの秋田さんはこの人疑ってましたよね。ん？どうしたんだい？ああ、言っておくけど、事件のことは一般の人に話すつもりはないからね。先に言われちゃった。テンション下がる。俺たちだって探偵だぞ。少年探偵団なんだからな。話してくださいよ。ははは、僕も小さい頃はそうやって友達と遊んだな。なんか、普通に会話してる分には、やっぱ八方美人って言われるだけはあって、これいい感じの人に見えるんだけど、まあ意外に結構やばい人ではあるのかな、秋田さんの話だとね。いいね、僕も子供の頃に戻りたいよ。でも戻れないんですよ。私は早く大人になりたいけどな。大人は大変なの。そうさ、いろいろ面倒なことがあってね。今日も騒ぎに巻き込まれるし、あなた借金で苦しんでますしね。ああ、これから忙しい時期なのに本当に大変だよ。てか医者なんて結構お金もらえそうだから、お金の面ではそんな苦労してなさそうなんだけどね。これからって何かあるんですか？君たちは学校ですると思うけど、ほら予防接種さ、あれもワクチンの管理やら発注やら本当に面倒。ああいや大変なんだよ。私注射大嫌いだよ。俺も大嫌い。ははは、予防接種の時期になると病院は子供の泣き声でいっぱいになるね。そういえばよ、あれってよ、なんで毎年受けねえといけねえんだ。一回打ってそれでおしまいにしてくれりゃいいのによ。本当だよね。ワクチンの効果というのはね、永久に続くものじゃないんだよ。一定期間経つと効果が切れたり弱まってしまうからね。だからもう一度接種しないといけないんだよ。注射のこと思い出してきちゃった。やだな。注射とか薬がいらない頑丈な体になりてえな。そうだね、医者がこう言ってはあれだが、一番いいのは自然のままなのかもしれないね。あ、そうですか。実は案外この前もね、薬が効かないって文句を言ってきた人がいるんだ。同じものを飲みすぎると耐性ができてしまって。あー、なんかでもそれもよく聞くな。なんか頭痛薬とかね、飲みすぎちゃうと効かなくなったりとかして、あんま飲まない方がいいよっていう風にも言われますもんね。さらに強い薬にしなければいけない。もちろんそれだけ負担もかかる。だからまずは元々の健康が一番なんだよ。なるほど。そうですよね、勉強になります。とついつい長話をしちゃったよ。そろそろ僕は行こうかな。ここは一般の方々も多いようだし、今の話とかすげえ普通に聞いてたけど、なんか事件に関係してくんのかな。そうだね、関係ない話するわけ、まあ関係ない話するときもあるだろうけど、前回はこの少年探偵団の何気ない会話がね、割と重要なことになったりしたんで、大事な話だったのかな。ここは一般の方々も多いようだし、あんまり長いするといろいろ言われそうだ。
僕の責任じゃないって言うのにな、早く毛利探偵に解き明かしてもらいたいよ。じゃあ君たちもまたどこかで。やっぱりお医者さんの話は難しくてよくわかんねえな。そうだ、じゃあ復讐がてらということで、さっき、お医者さんから聞いた話、真実カードにしておきましょうか。あ、ありがたいですね。何かの役に立つかもしれ、知れませんしね。うん、ま、役に立つんでしょうね、きっと。大事な話だったんでしょうね。なんかさ、秋田さんの話によると麻酔薬が、麻酔薬でしたっけ、がなんか盗まれたみたいな話もしてたんで、あ、服部の話もある、気になる、気になるけど、まあ、11時30分だから11時20分のコナンのやつから進めていきましょうか。11時20分、病院中庭。この中庭にも何か証拠になるものがあるかもしれない、探してみる か、 なんかこれ見ようこれ見ようがしいね、脚立あるしね。これは脚立か、木のそばに置かれているが少し不自然だな。木を切っていたにしてはあたりに枝も葉も落ちてねえし。あ、やっぱ大事だのこれやっぱ大事なんだ、これは真実カードにしておいた方が良さそうだな。脚立が何かに使われたってことは、なんか上の方に何か登って上の方に何かしたってことですよね。しかしわからねえな、外、しかも昼間、たまにだが人も通りかかる。目立つ行動すれば誰かに目撃される危険性は高いはず。騎士さんは体格はいい方だ、多分おっちゃんと同じくらい。そんな人を誰にも気づかれることなくどうやって焼却炉に連れ込んだんだ。そうだよね、そもそも騎士さんは抵抗を一切しなかったというのか。まだまだ調査が必要だな。まあ、そもそもなんか具合が悪そうだったんですよね。で、なんか一瞬騎士先生の姿が、まあ、犯人らしき姿と騎士先生がね、こう横になってる姿があったんで、まあ、眠ってたのかもしれないです、騎士先生は。だからそのまま運ばれたのかもしれないけど、ただ確かに普通に騎士先生を運んでたとしたらめちゃめちゃ目立つから誰か見てると思うんだけど、ん？あそこにいるのは、あ、吉原。ねえねえ、あずちじゃん、吉原あずち。吉原さん、こんなところでどうしたん？あのあと姿が見えなくなったから。どこに行ったのか気になってたんだ。おう。ああ、お前は少年探偵団のガキだったか。探偵団って言うから子供だけの遊びみたいなもんかと思ってたけどよ。お前どうやら毛利探偵の助手らしいな。焼却炉、ん？焼却炉室でも手伝いしてたみてえだし。子供なのにすげえな。ありがとう。あはは、ありがとう。俺は、で、俺が何してた、何してたかってのは、ほら、あいつの様子を見に来たのさ。ああ、ゆきとさん？あいつってゆきとさんのことだよね。ああ、ああまあな。今回の事件にゆきとさんも関係してるの？まあそりゃな。え、それってつまりどういうこと？ゆきとが証拠を持ってる、ゆきとが目撃者、ゆきとのカウンセラーが、あ、そういうことか。そうじゃん、そうだったね。最初一緒にいたしね、ユキトさんのカウンセラーが騎士先生だったから。よくわかったな。って少し考えりゃそうなるか。ユキトのやつあんな状態だしな。カウンセラーが必要なのは子供でもわかるか。うん、今のところユキトさんの様子は何も変わってないようだけど。あいつ、あいつ騎士が死んだことわかってんのかな。まあ本人にしかわからねえか。
そういえば、そういえばユキトさん、もしかしてお薬の時間だったのかな。ん？ほら、さっき見たときベッド脇にコップがあったから。ああそうだよ、だいたい昼になると薬を飲むんだ。この殺人事件のせいで看護師が慌ただしく動いてんだろ。一般人が詰め寄ったりしてさ、ユキトに手が回ってなかったらいけねえと思って手伝ってやったんだよ。手伝ってやったって、お薬を飲ませてあげたの？あ、そんなことまでやっていいんだ。ん？やっていいっていうか、あ、そうだよ。何か変化？なんかわかんないけど、あ、そうそうそう、なんかそういう感じしますよね。医療行為、まあ薬を飲むぐらいなら、飲ませるぐらいならいいのかな。ただなんか変な薬飲ませたらね、大変だから、そういうのってやっぱり看護師さんがやるべきなんじゃないかなって俺もそう思います。ったく。ただめちゃめちゃこうずっと接してて、もうその行為に慣れてたら、いや慣れててもダメだよね。何か間違いがあったらさ、良くないから。家族とかだったら、身内とかだったら許されるかもしれないけど。だから言ったろ、看護師が忙しそうだったって。でも、うん、そうだけどさ、でも俺は何度も見舞いに来てんだ。あいつが、飲んでる薬だって知ってる。別に注射打つわけでもねえんだし、薬飲ませるくらい誰がやったっていいだろう。いや、まあ別にそこまで言うつもりもないけど、なんだろうね。うん、まあ薬だけならそう考えちまうだろうな。本当は看護師抜きで患者に勝手なことするのはダメなんだけど。まあそうだよな。でも吉原さん、本当に何度も病院に来ていたんだな。それなら知ってることもあるんじゃないか。ねえ吉原さん、よかったら質問させてくれない？毛利のおじさんにみんなから事情を聞いてくるようにって、そう、助手だから頼まれてるんだよ。そう頼まれてたからさ。おう、毛利探偵も忙しいってことか。いいぜ別に、俺が知ってることなら話してやるよ。そしたら、若林先生のこといろんな人の、まあ言ったら全員聞きたいよ。あんななんか急いでね、急がなくてもさ、ゆっくり全員聞けばいいじゃん。若林先生について知ってることがあったら教えてほしいな。あのおっさんか、どうにもミステリー好きらしいな。いや、岸先生の話聞きたかったわ、今から思えば。やっぱり戻りたい。正直看護師たちの評判は良くないぜ。そうなの？どうして？いや、詳しいことまで、とこまでは知らねえけど、1年前あたりから人が変わったらしいんだ。あ、そうなの？なんか事情があってそうなってんの？それまでは真面目に働いていて有能な先生だったって話だけどよ。最近だとサボり癖がついてるとかどうとか、そんなやつに診断してもらうのはちょっと怖いよな。そうだね、1年前か。何かあったのかな。さあな、ちょっと他にも、あ、結局全員聞けんのか。じゃあ岸先生の話を。ああ、評判のいい人だったぜ。看護師の中でもファンクラブもあんだよ。まあ秋田ね、先生にはすごい好意を寄せられていましたし、あ、先生じゃねえ、秋田看護師長にはね、すごい好意を寄せられてましたしね。へえ、たく、顔もいいし優しいし親切だし、仕事もできるってなりゃ、そりゃなびくのもわかっけどな。なんかそう、その恨まれるような感じのタイプの人じゃないよね。後藤さんにもすごい優しく、声かけてくれてたし、本当に人に良さそうな感じの先生だったから、じゃあ人に恨まれるようなことをする人じゃなかったんだ。おう、俺の知る限りではな。そっか、大抵動機を探っていくうちに被害者のあらも見えてくるもんなんだが、今のところ逆恨みめいた動機しか上がってこねえな。
それどころかいい評判ばかりだ。確かに。でもよ、なんつうかああいうやつは信用できねえよ。え？吉原さん？あなたはそんなに岸先生のことは。え、どうして？いや、完璧な人間って怖えだろ。裏で何考えてるのかわかんねえし、職業から自分の考えを隠すことなんてなんてことないだろうしな。本当に優しいのかどうか、まあ別に根拠がある話じゃねえから聞き流してくれていいや。今ちょっとでも気になったね。吉原さんはユキトさんの友人だから余計岸先生を警戒してるのかもな。ああ、まあそれはあるのかな。ユキトさんの症状が治るかどうかも岸さんにかかってたんだ。それじゃあさ、じゃあ秋田さんについて教えてほしいな。あいつ、ああ、あいつは看護師長だよ。院長の孫なんだ。あ、そうなの。え？え？そうなの。おお、だからコネってことだな。だから看護師長なれてんの？たく。正直よ、あんなネクラじゃ看護師長にはなれねえだろ。ちょっと確かに違和感はずっとあったんですけど、それにあの女相当粘着質なタイプらしいぜ。それで？そんな感じする。ちょっと。というと？あいつ。あいつが騎士に惚れてんのは見てわかんだろ。僕そういうのはわかんないかも。と、そりゃそうか。お前もまだ子供なんだもんな。まあ、とにかく、秋田は騎士に惚れてて、そのおかげで追いかけ回してんだ。ひょっとしたら振られた腹いせに、あいつが焼却炉に放り込んで。ちょっとありえる話だよね。ちょっとなんかその絵浮かんじゃうよね。たく。仮にもし振られてたとしたら、って線もあるかもしれないな。女は怖いからな。あの顔は確かに悪意があったな。今なんかめちゃめちゃ怖い顔でしたね。そうじゃないといいね。でもよ、あいつに関しては他にも気になることがあるんだ。ん？気になることって？それはそもそも鍵の管理は秋田がやってんだろ。ああ、そうなんだよね。鍵がかかってたってことは、そう、もしも仮に犯人が何かしらね、岸先生をあそこに連れてきてっていう風にやったとしても、出るときに鍵かけてるわけですから、それはもう鍵がないとねダメですからね。鍵の管理は秋田がやってんだろ。正直一番怪しいだろ。それによ、これは別の看護師から聞いたんだけど、今日秋田は自分から言い出して早朝出勤してたらしいぜ。その時間帯はほとんど人がいないんだってよ。うん、でもそれっておかしいことなのかな。だって看護師長さんだから忙しいはずだし。まあ確かに。たく。どうだかな、看護師長つっても他のできる看護師に仕事を任してるみてえだし、あいつもあいつで看護師から評判が良くないんだぜ。そうだったんだ。危ない危ない危ない、間違えた。なるほどね。はい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 。まあ、話を聞いてみないとなんとも。こんなところか。どうだよ、参考になりそうか。うん、おじさんに伝えておくよ。それにしても吉原さんって病院の事情にすごく詳しいね。俺は何度も見舞いに来てるとさ、看護師たちとも顔なじみになるんだよ。特に娯楽もない田舎だからな、世間話するのが楽しみになるんだろ。だからいろいろと話してくれるってわけ。そんでいつの間にか俺も情報通さ。なるほどね。ありがとう。ありがとう吉原さん、お話が聞けてよかったよ。ああ。おう、他にも気になることがあったら聞いてくれよな。で、そのまんまユキトさんの病室に来たと。ユキトさん、ちょっと失礼するね。念のためユキトさんにも会いに来たが、やっぱり様子は変わってないな。
ユキトさん、今日は騒がしくしちゃってごめんね。できたらユキトさんからも岸さんについて証言が欲しいんだけど、何か反応はないかね。やっぱりダメなのかな。話を聞くのは無理そうだな。はあ、間に合ったわ。毛利探偵のおかげね。あら、ん？あ、そっか。そういえばね、毛利小五郎さんの方でちょっと会った人ですね、この人ね。僕どうしたの？ゆきとくんのお友達？あ、うん、そんなところだよ。勝手にお話ししててごめんなさい。そこにいた人たちを沈めてくれたから、毛利小五郎が。だから普通に業務に戻れたのか、この看護師さんは。いいのよ、もっと話しかけてあげて。そのうちゆきとくんもお話ししてくれるかもしれないし。でもお薬のお時間だからちょっとだけ失礼するわね。あのね、あ、お薬ならさっき、あ、そうだ、吉原さんがあげてたらしいですよ。これ言っちゃっていいのかな、ね、これそれを言ったらさ、吉原さんが代わりに飲ませてくれたみたいだよ。え、そうなの？あら、本当少なくなってるわ。まあ、やっぱ良くないことだよね、本当は。2種類とも飲ませちゃったのね、ずさんなんだから。ねえねえ、2種類って？ゆきとくんに処方されているお薬は2つあるのよ。1つは上院用で、もう1つは特に具合が悪くなってしまった時用。うん、お見舞いの人が勝手にお薬を飲ませてしまうのは本当は良くないのよね。いや、そうだよね、もっとちゃんと言った方がいいですよ。何かね、大変なことが起きてしまうかもしれないから。まあそうだよな、お友達思いも困ったものよね。後で吉原くんには注意しとくわ。吉原さんも悪気はなかったみたいだよ、まあ、友達だからつってね。知らない仲じゃないから、それはもちろん分かってるわ。吉原くんはああ見えて面倒見がいいから。なんでも孤児院で育ったそうで、年下の子たちの面倒を見るのは慣れてるって言ってたわ。孤児院？そうなんだ。でも勝手にお薬を飲ませるのは困るわね。ゆきとくんはちょっと特殊だから。え？ん？特殊って？自分で薬を飲んでしまわないように数量を管理してるのよ。以前ちょっといろいろあってね。いろいろ？そうなんだ。はいはいはい。でも具合も悪くなってないし問題はなさそうだよ。ゆきとさんに対しては腫れ物を扱うような態度だな。いや、まあ腫れ物というか、ちょっと扱いが違うってことですね、他の人と。この様子じゃ分からなくもねえが。ねえねえ、ねえ、ゆきとさんって昔何があったの？それは簡単に言えることじゃないからごめんね。まあ、プライバシーですもんね、患者さんの。そっか、そうだよね。でも一つだけ言えるのは、この子はね、肉親がいないの。あ、そうなんだ。いなくなっちゃったって言うべきなのかな。あ、だからそれこそ孤児院で育った吉原さんからしたらほっとけないというか。だからカウンセラーの岸さんはそのことを不憫に思って、ゆきとくんの面倒を人一倍見てたのよ。そうなんだ。ゆきとくんはずっとこんな感じで一言も話さなかったけど、岸先生は毎日欠かさずゆきとくんに話しかけていたわ。彼の心を取り戻そうとするように一生懸命に。カウンセラーの鏡ってああいう人のことを言うのね。でもそんな人をやったやつがいるんですよ。だからまあやっぱ恨まれてたということなんですかね。でもそんな岸先生まであんなことになってしまって、ゆきとくんかわいそうだわ。はいはいはい、なるほどな。次のカウンセラーも岸先生のように
いい人だといいんだけど。あれ、喋ってますよ。喋ったよね今ね。看護師さん、今ユキトさんが。え？先生。あれ、喋ってる。ユキトくん？これやっぱりその岸先生のことを悲しんでるんじゃないですか？岸先生。表現できる人なんじゃないですか、この人は。ゆきとさん。それからしばらく、ゆきとさんは泣き続けた。それはまるで小学生、いや、もっと幼い子供のように。やっぱそれだけ岸先生は特別だったんでしょうね。しばらくすると彼からしたら泣き止みはしたものの、しかも岸先生が亡くなったっていうことも分かってるんだ。この子はまたいつものように何にも反応を示さなくなってしまった。ユキトさんは話せるようになったわけではなかった。おそらく一時的なものだったのだろう。ああ、そういうことか。ですから看護師長、受付の方で一般のお客様が騒いで大変なんです。あ、秋田さん、私では対応できませんから、ここは看護師長が。私だって無理よ、大勢の人の前で喋るなんて。毛利探偵が対応してくれてるんでしょ。だったらそれでいいじゃない。あー、なるほど、この人こういう人か。そうは言いましても毛利探偵は今回の事件の調査でお忙しく、探偵なら他にもいるでしょ、あの大阪弁のことか。私騒ぎの対応なんてできないわ。あなた看護師長でしょ。はあ、わかりました。ちょっとひどいですね。こんにちは秋田さん、大変みたいだね。情けないところを見せたわね、職務怠慢って思うかしら。いや、まあなんかそのそれぞれね、得意不得意はあると思うんですけども、私本当に苦手なの、人前で喋るのも笑うの。なんで私看護師長なんてやってるのかしら。あ、やりたくてやってるわけじゃないんだ。あ、そうなったらまたちょっと変わってくるわ、見方が。はあ、あなたも苦労してるんですね。元気出してよ秋田さん。それで私に何か用事？うん、毛利のおじさんが忙しいから代わりに話を聞きたくて。そうね、いいわよ、毛利探偵には申し訳ないし、まあ、この人にもいろいろ聞きたいことはねありますから。じゃあこのことなんだけど、秋田の行動で気になることは、まあこれですかね。これだ。早朝出勤、そんなの看護師長なんだから当然でしょ。形だけの看護師長でもやることはやらないといけないの。ああ、まあじゃあそういう意味でのただ早朝出勤だっただけでってことですね。だよね。そうだよね。でも念のため秋田さんの今日の行動について聞かせてほしいんだ。あと、なんか誰かがあなたが鍵を管理してるんだよね。その話も聞きたいよね。誰かがその鍵を持ってったみたいなことはなかったのかっていう、どういう風に管理してるのか、その鍵をあなたが。気になったことでもいいんだけど、そうね、そういえば今朝、田島さんをレントゲン室まで運んだんだけど、田島さん？誰が廊下に置き去りにしたのかしら。田島さんって誰なの。ああ、田島さんは患者さんの名前で、誰かが車椅子に乗せて押してあげないと移動できない人なのよ。へえ。患者さんを運ぶ際には行き先とか症状を記した札を車椅子の後ろに入れておくの。そういうシステムを採用しているんだけど、
つまりその田島さんって人が廊下に置き去りにされてて、管理用の札にレントゲン室って書いてあったから運んだってこと？そう、今朝岸先生からメールが来たの。廊下に患者さんがいるから対処をしてくれって。はあ、なんか怪しいですね。なんとなく9時30分くらいだったかしら。ふーん、もし本当にそのメールの差出人が岸さんだとしたら、岸さんは9時30分までは生きていてメールを打てる状況にあったことになる。ただまあどこわかんないですよね。ん？なんか包帯ぐるぐる巻きじゃなかった？でも岸先生は運んでくれなかったんだ。岸先生、今朝具合を悪くしたの。それで午前中は一時休診をすることになって、だから岸先生が運べなかったのはあの人が悪いせいじゃないわ。休診していた、まあ、具合悪そうだったもんね。確かにきっと岸先生も心苦しかったに違いないわ。いつもなら率先して自分が動くもの、私にメールをしたのも初めてに近いし、そうなんだ結構なんかね、あなたたちの関係はその程度のものだったんですねあなたはすごい好意を寄せてるのに。ねえ秋田さん、岸先生がとてもいい人なのは分かったけど、他に岸先生について何か知らないかな？何かって？お？僕ね、あの時の秋田さんの言葉が気にかかってるんだ。なんだ？これはもういけるやつか？この辺の話かね。私の言葉何かしら、多分ひょっとしたら、これですかね。その医療用麻酔の在庫数が足りないことがあるっていう。あ、違うんかい違うんかい。気にかかっていたのは焼却炉の建物に落ちていたあれのことだ。秋田さんはあれが岸さんのものだと言っていたすごい、やり直しさせてくれる。これですよね、スチールメジャー。あのさ、これのことだよ。岸先生っていつもこれを持ち歩いてるんでしょ？ずいぶん変わっているなって確かに。そうね、それは同感。あの人変わった趣味を持っている。趣味？趣味なんですか？変わった趣味って？よくわからないんだけど、ドミノ倒しみたいなもの。え？ドミノ倒し？ドミノ倒しでスチールメジャーを使うのか？まだはっきりとわからないけど、情報として残しておくか。謎情報。ありがとう、秋田さん。参考になったよ。どういたしまして。あのね。怖い顔しないで、秋田さん。あとさっき言ってた田島さんに会ってみたいんだけど、あ、この人が田島さん。失礼しまーす。ねえねえ、あなたが田島さん？田島、ん？
雪丸、34歳、病院の患者。阿豆大正病院に入院する患者。やけどで全身に包帯を巻き、車椅子を使っている。話すことができず、普段は筆談で、あ、話せない。普段は筆談で意思の疎通を行う。子供好きだというか、子供好き、なるほど、筆談の人なんですね。あのね、僕、毛利探偵の助手で質問があってここに来たんだけど。全身に包帯、やけどでも負ったのだろうか。だから話せないのか。あの、お兄さん、もしお話できないんだったら筆談でも大丈夫だよ。ピクリともしてくれねえ。あれ、子供好きっていう話じゃなかったかな。まさかこの人もユキトさんと同じように。あら、僕、また会ったわね。いや、でもこの人、なんだろうな、ユキトさんとはちょっと違うんじゃないですか。筆談のコミュニケーションはできる。だから、やけどで重傷は負ってるけど、しかも子供好きなんでしょ。なぜコミュニケーションしてくれないんだ。今度は田島さんにお話を聞きに来たの。この人もそういう感じの人ですか。あ、お姉さん、田島さん、お話ししてあげないんですか。子供さん好きじゃないですか。どうしたのかしら。いつもなら子供さんが来ると機嫌よくお絵かきをしてくれるのね、田島さん。そうなんだ、僕、田島さんの絵が見たいな。コナンが子供じゃないと気づいてるのか、ひょっとして。こいつは子供じゃねえっつって、そこまで見抜いているのかな。あれ今日は変ね。坊やが大人びているから気を許してくれないのかもね。本当にそんな感じなの。大人の人にはいつもこうだから。そんなことないと思うんだけどな。僕、子供だけどな。おいおい、まさか俺が本当は高校生だってバレてねえよな。まさかそこまで見抜いて。まさかな。視線が鋭いぜ。ごめん、僕用事を思い出したから。もう戻るね。邪魔しちゃってごめんなさい。探偵の助手も大変ねえ。なんだ今の人は。参ったな、田島さんから全く話が聞けねえ。さてどうするか。そうだな。まあでも子供好きって言ってたから、少年探偵団頼ってみるか。これしかないでしょ。このカードしか切れないでしょ。そうだな、あいつらが頼りだ。あいつらはもう完璧に子供だから。どっからどう見ても子供なんで、田島さんが子供に気を許してくれるならきっと。よし、探偵バッジを使って、今こそあいつらの使いどころだぜ。おい、みんな聞こえるか。コナン君。あ、コナン君。探偵バッジの電波が通じるところにいてくれたみたいだ。玄太、光彦、あゆみ、おめえたちに頼みてえことがあるんだ。協力してくれねえか。うん。それって私たちも調査に参加できるってことだよね。よし、少年探偵団出動だな。ああ。ははは、そういうことだよ。それで頼みってのは。あら、そっから先の話は少年探偵団の方でと。